はい、ではこの動画ではヘルニアが治らない理由2つ目の理由ですねについて詳しく話をしていきます。で、2つ目の理由は原因を見れていないですね。で、これはどういうことかと言いますと、皆さんヘルニアっていうのはヘルニア自身のせいで症状が出てて治らないと思っている方が多いんですね。だから椎間板ヘルニア、これが悪さをして治らないと思っている方が多いんですね。だからヘルニアに対していろいろありますよね。もう例えば手術したりとか、手術したりで、まあ、前回ありましたけど注射とか薬ですね、薬とか、あとまあマッサージとか、まあマッサージでヘルニアのとこどうしようもないですけども、まあ、こういったものでヘルニア自身を抑え込まないと治らないと思っている方が非常に多いんですね。ただヘルニア例えば手術して結構再発する方が多いんですね。で、それもなぜ多いのかというと、ヘルニア自身が原因と思ってしまってて、ここをどうにかしたら、だから手術で取ってしまったら治ると思ってしまってるんですね。ただそういうわけではないんですね。実際再発してしまってる方が多いので。で、なぜそうなってしまうのかと言いますと、ヘルニアになる原因っていうのが必ずあるんですね。この原因のせいで椎間板ヘルニアになって症状が出るんですね。それがここばっかり対処しようとしても、この原因ってものを見れてないとヘルニア自身が治るわけないんですね。なので、たとえ椎間板を取っても原因によってまた負担がかかると椎間板ヘルニアが再発してしまうんですね。なので、この原因を見るっていうことが非常に大事になってきます。で、この原因ですねは何があるのかと言いますと、もうこれは日々の積み重ねです。日々椎間板にストレスがかかってしまってヘルニアになってしまうんですね。で、このストレスっていうのはもういろいろあります。例えば普段の姿勢であったり、こう特に椎間板なんかダランとする姿勢になると負担がかかりやすかったりします。あとは姿勢ですね、姿勢とか、あとは例えば仕事柄物を持つ作業が多いとか、中腰で作業することが多いとか、まあ仕事ですね、仕事とか、あと女性やったら家事とかですね。で、これだけではなくて日常の過ごし方ですね。例えば横向きにだらんと寝ることが多いとか、日々の生活習慣の何かが原因になってヘルニアになってるんですね。なので、そういったストレスかかる姿勢であったり、ね、仕事でのこういう中腰の姿勢が多いとか、ね、だからそういうのを対処していくこと、あとまあ家事でのその姿勢のですね、例えば中腰で家事するんやったら少し姿勢を良くして家事をするであったりとか、そういう、まあ、あと、まあ、これも一緒ですけどね、日々の生活などを見直していくってことをするんですね。で、こういうのを見直すことによって椎間板の負担はなくなるんですね。そうすることでヘルニアっていうのは改善してきます。なので、ならない方はヘルニアやから治らないのではなくて、ヘルニアになっている原因というのをしっかり見つめ直すようにしていただければなと思います。はい、それでは次は最後3つ目の理由を次の動画で説明していきますので、ぜひご覧ください。はい、ではこの動画は以上になりますね。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。